神経と抹消神経の2のテーマいってみましょうか。で、これ2で結局あの、痛みっていうのは脳じゃないんですよね。脳じゃないっていうのを知らないと、脳だった場合に、ね、あの、痛みが、ね、痛みをなくすことをこう考えて今やらないといけないので、じゃ脳で考えた場合は、 脳でやんないといけないんですよ。はい。脳で痛みを作り出してることもあるので、はい。よいしょ。 ねえー、痛みが、えーなん、どうだろうな。じゃあ、この指先、親指で、ねえー、ここで、こう、注射でも打ちますかチクッと。ねえ、そうすると痛いですよね。はい。 で、通常は、えー、こう痛いっていうのを刺激になって、で、脳に上げて、ただ、大脳の方で、この脳の情報を、また別のとこがね、ね、えー、抑制するとこもあるんですよね。抑制して、で、えー、まあ、あの、痛みを最終的には決めると、痛いと認める、あるいは痛みの強さを認めるみたいな、 こんなふうな形になっています。ね。で、これがこういう形で、で、えー、例えばですけども、ここは痛いよ。まあ、これ、クっていうような痛みですけども、組織損傷してて、この痛みのうところのどっか、ねえー、が、えー、薬とかで痛み止めを飲んで効くようであれば、まあ、小神経の問題なんですけども、 ん、慢性痛の場合は、これが効かないわけですよね。はい。腰痛とかね、やっぱ慢性でも、強い痛みをずっと伴っていくと、そういう状態なんですけども、そうなると、やっぱり脳の方に効く薬じゃないとっていうので、まあ、こう、あの、ガ末期の患者さんとか、モルヒネとか使いますが、まあ、脳の方で、 そういった、あの、快楽物質をバーンと出して、で、痛みを、あの、なくすっていうような感じなんですけども、ただそれはね、脳で快楽を覚えちゃうと依存するんですよね。ね、えー、なので、依存するっていう意味ではあんまり使いたくないんですけども、そういったような、え形で、え中枢の問題なのか、えー、ね、こっちの、 真っの問題なのかっていうような、えー、これすごく大きいんですけども、真っの問題なのかって。で、今日はこっち。ね、こっち。で、えー、こっちじゃない場合はこれがあるっていうことをちょっと覚えてください。で、期間的に長いとちょっといろいろ。 あの、脳の方の問題もが出てくるので、いくら末梢で、えー、なんか治療しても治らないケースはいっぱい出てきます。ね。まあ、これね、あの、人間ってちょっと、飴玉お薬だと思って思い込んだら、もう、薬になっちゃいますから、プラセボ効果ですけども、まあ、そういった形で言うとなかなか難しいんですよね。で、えー、一方で、機能がね、あの、すごく落ちちゃったケーあの場合とか、痛みが 持続する場合とかに我々つい痛みどうですかとかね、あの、そういうことを聞きますね。歩け、歩いてる距離どれぐらいですかって聞かないので、今日歩いてて痛くないですかって痛みに関して聞くことが多いので、痛み、痛み、痛みっていうレッテルを貼るば貼るほど、脳の方で、あ、この人に言うと痛みが、痛みを取り上げてくれるとか、ね、あの、あ、自分は痛いんだって思い込んだ方がいいぞ、みたいな。 そういった状態を作ると、より抑制がね、あの、うまくいかなくて、えー、ね、痛みをもっと痛くしちゃう。あるいは、痛くないのに痛いっていうふうに、本当に痛みを作り出しちゃったりとかします。で、体の方はただ痛みを作り出しちゃってると、ずっとその状態にいると、その局所も、うー長く痛みがあるっていうふうに勘違いして、そういう体の反応をするっていうような、えー、そんな関係になってます。 で、今日は、今回は、この末梢の方の痛みに関しての直し方です。ね。中枢の方は、また、どっかの機会で、え、お話しできればな、というふうに思いますが、末梢神経なので、何かしらやったときには、大体すぐ、まあ、効果が見えるっていうのが、え、特徴になってきます。で、言うと、今日話最初にした、特にこの3番、3B の神経、 とね、4番の感覚神経ね、えー。いずれも両方とも痛覚ですけども、痛みを感じる感覚神経ですけども、これをどうお、ね、あの攻略するかっていうのが、えー、まあ、すごく鍵を握ってきますね。